はい、えー、皆さんこんにちは。霊光師の新谷です、えー、横浜市新型論文出題予想テーマ講座の、えー、プロモーションですね。させていただきたいと思います。えー、今年はね。ちょっとこう。新型コロナの影響で都庁特別区の。まあ、試験がまあ延期となりまして、まあ、ちょっと僕がこの収録している段階では日程がまだ見えていないんですけども。まあ、おそらく6月28日のですね。地方上級試験はまあやるんじゃないかなと。 まあ思っておりりますで、まあ、やはりです、ね、横浜市今年試験方式が大きく変更となりまして、まあ、一次試験はまずこう人文自然をなくすということで、まあ、東京都の新方式の、ねえー、受験をお考えの方も参入しやすくなっておりますしでまたまあ今回ね、えー、一次試験から、まあ、事務に関しては論文が、えー、導入をされる。でまあ、どんんなな論文になるんだろう というのを、ね、ずっと待ってたんですけども、まあ、4月の15日にこう横浜市のねこうかこか発表がありましてで見てみた感じだと、まあ、資料が2つあってですねでそして、えーまあ、サンプルではその高齢者がポテンシャルを発揮できる社会、まあ、これをテーマとしてその実現に向けてですね、えー、重要と考える横浜市の課題でその背景でまた その課題に対して横浜市が進めるべき具体的な取り組みや効果期待できる効果という形でですね、まあ、かなりこう東京都、まあ、一類 B の論文であったりそれからまあ新方式のプレゼンテーションに近いような、ね、内容になっておりますので、まあ、こう東京都を受ける人にとっては非常にこう組みしやすいというのでまあ 都庁は今年まだ試験やってないんで、まあ横浜市しっかり取りに行こうっていう人が増えるんじゃないかなと思ってます。でまた、まあ特別区のね、方の場合は、まあやはりちょっとこう論文の形式が違うっていうところが。まあ非常に僕は、ええー、危惧をしておりまして。まあ例えば横、あの特別区の場合はですね、まあ図表がまずないし、その図表から課題を中する。っていうようなことをやってないんですよね。 でまあ、だいたい1,000字以上書くっていうところで、まあ、割と僕が見てると特別区の受験生の場合はやっぱり現状とか背景っていうところは結構長く書いていてですねで、まあ、取り組みはも,もちろん書くんですけど現状とか背景っていうところが非常に長いというのが非常に気になってるんですよ。というのも横浜の場合はですね1時間で750字でまとめなきゃいけない。 1>, で1時間で750字しかない中でしかも課題と背景、まあ、取り組み効果っていうこの4つの要件を入れ込んでいかなきゃいけないので、まあ、その意味では課題って、まあ、せいぜいぜ字が限度なんですよねでそのまあ課題とか背景、まあ、場合によっては現状になるかもしれないけども、まあ、そこって200字程度で収めておかないとメインとなる取り組みが書けなくなっちゃうんですね。 でこれは都庁を受けてる人準備してる人だったら、まあ、課題は200字でまとめなさいっていうふうに、まあ、一般方式の方はね、えー、慣れてると思うから、まあ、都庁の人の場合はそんな苦労することないと思うんですけど、まあ、特別区の人の場合はかなり僕苦労するんじゃないかなと、まあ、場合によってはやっぱ特別区の延長でいってですねかなりこう資料解釈が長くなっちゃってでやっと課題を中止したらもう300字400字になっちゃってたとであと750のうち400。 課題と背景で書いちゃうと取り組みってほぼ薄くなっちゃってでこれは点数はあんまりつかないよねってことになっちゃうまあ例年だとまあ横浜のですねまあ二次試験っていうのは面談が2で論文が1なんですよで今回一次試験で書いた論文を二次判定に回すようっていうことなんですけどもで論文って最低点はあったら一発アウトなんですね面接点が良くてもという意味ではまあかなり今年の横浜っていうのはえ大きく変わるというふうに思っていただければなと。 いいうふうふに思いますですからもう本当に課題とか背景って最大でも200以内でそしてまあメインとなれば取り組みっていうのがまあ450から500ぐらいでそしてまあ最後に効果書きなさいってなってるんで、まあ、最後はもうその効果っていうのはそんなに難しいこと考えなくて僕はいいと思うんですけども、まあ、通り一遍でこんな社会になるだろうとか何々が実現されると思いますっていうようなぐらいでいいとは思うんですけども。 まあ、要領よくこう書いていけるかっていうところがね、まあすごく大事になってくると、まあ思います。で、まあ今回サンプルで出たのが高齢者でありましたよね。で、1枚目の図表が、まあ人口がこう減少していく。まあ横浜まであっても2020がピークで、まあ今後人口が減少していくっていう中で、やっぱ高齢者の活用っていうのをね、まあ進めていかないと、やっぱり経済活力って維持できないだろうし、まあ高齢者が元気で、 まあ働いてくれるっていうことでですね、まあ、医療費介護費っていったようなところがね、まあ、少し抑えられるっていうことも効果として考えられますよねっていうのがまあ見た瞬間大体多くの人がイメージできたことなのかなというふうには思います。で、まあ、今回の私が取り組もうと思った講座この横浜市の論文講座なんですけども、えー、まあ一体何をねテーマとすればいいのかな、まあ、取材予想テーマなんていうふうにねこうつけちゃったので。 えどっからこう手をつければいいのかなと思ったときに、まあやはり一つは中期計画っていうのもあると思うんですけれども、ただ中期計画っても2018年から2021年の幅なんですよ。そう考えるとまあもうちょっと最新情報がいいかなっていうところで、まあ僕が参考にしたのがまあ横浜市長のね、市長のまあ市政運営の基本方針なんですね。まあこれは今年今年度のまあ予算をこう 策定する過程の中で、まあ、市長が重点政策として、まあ、考えてるっていうところが、市政運営の基本方針に出てるだろうと思って、まずそれを読んでから、まあ、論点、あの、テーマを設定しようというふうに、まあ、思いました。で、まあ、その、基本方針見てるとですね、まあ、経済ですね。で、それから、まあ、マイス観光。で、それから、あとは子育て支援。それから地域包括ケア。 外国人対応防災などなどがありましたけども、まあ、それ全部やっていくってことは無理だろうなっていうところで、まあ、3テーマにに今回まあ絞るようにしたんですねで、まあ、その3テーマっていうのは何なのかっていうのはちょっとここで言っちゃうと、えー、手の内がバレてしまうのでそこはちょっと言わないんですけども、まあ、少なくとも防災は、えー、抜こうと思ってますね。 というのも、やはり、事務のための論文なので、まあ、防災って、まあ、昨年のやっぱりね、台風の影響を意識したものなので、やっぱりどうしても土木になってくるんですよね。やっぱりこう河川だとか下水道っていったら、ハード面の整備になってきますからね、水害対策。となると土木職になっちゃうんで、まあ、ちょっと事務だけの論文試験ではどうかなという感じがして、防災はと覗こうかなと思っておりますね。で、 まあそうなるとまあ残り5分野っていうふうにまあ絞れてくるんですけどもまあその中から3つをあの選びましてまあキーワードとしてやっぱりまあサンプルでも出てたけど人口減少というのを意識するっていうこととやっぱ人口減によって生じるのはやっぱ経済の問題なんですよね経済活力っていう問題なのでやっぱりまあ人口減っていうのとやっぱりこの経済の問題まあそこを2つ意識しながらまあ3テーマに絞っております。 で、そして、ま、作りとしてはね、まあ、講座の進め方の作りとしては、あの、3テーマに関してなんですけども、まあ、問題文のイメージ。まあ、あの、今回のサンプルを参考にしながらですけど,ですけども、まあ、テーマに関する問題文というのをまず提示をさせてもらって。でそれから、ま、資料ですね。まあ、資料を、ま、図表2枚、ま、つけるようにしてまして。で、そこから、あの、講義の中身としては、課題とか背景。 ものによっては現状の課題にしてますけども、まあ、そこを抽出します。現状課題とか課題の背景の抽出をします。でそして、それに合わせた対策っていうことになるんですけども、まあ、あまりこう提案型ではなくって、まあ、実際に横浜市がやってることというのをなるべく最新情報をですね、こう引っ張り出していくんですね。えー、横浜市の取り組みっていうのをまあ解説をしていく。 でそして通りっぺんだけど最後効果っていうのはえ期待される効果っていうのはこうなればいいよねぐらいの、まあ、イメージを一文で書くようにしてますけどね一文で書くぐらいの感じにしてますそれでなんとかこうトータルで750を守るようにはしていますね、まあ、課題とか背景に関しては200に届かないぐらいでまとめてで実際の中身の対策っていうのはまあ500程度 最後の期待される効果っていうのはもう100いかないぐらいで全体の実数の文字数では750を守るようには作っておりますで、まあ、回答例もねつけておりますので一、まあ、つ参考にしていただければなと思いますで特にね僕がこう受講してもらいたい、まあ、あのイメージとしては特,に特別区の方ですね特別区の方の方場合は、まあ 今年僕が予測している予想しているですね。まあ特別区の論文講座をやったと思いますけれども。まあスカウト特別の論文講座でやった扱ったテーマ。についてはですね。この横浜講座で一切扱っていない。ので。まあ特別区向けでやった延長で言ってもらうと危ないな。っていうふうに、まあ思ってます。まあそういった意識で、この横浜の論文講座っていうのを作った。というのが、まあ理由として大きいです。 都庁に関してはある程度都庁の論文講座も8テーマを扱ってるんで、まあ、そこで扱ったものが結構かぶってるというところが、まあ、あ,のあるんですけども、まあ、やはりこの文字数の違いっていうのと別に都庁のやってることをそのまま横浜に流用してそのままでいいのっていうところが、まあ、どうかなと思っておりましてやっぱり都庁と横浜ってやっぱ規模感ってかなり違ってるし取り組みも違うんで。 まあ都庁の書いたもその置きゃいいかなっていうとそうでもないかなと思ってますんでまあ万全を期すためには都庁志望者もですねまあ参考までにね聞いていただければなというふうに思っておりますで今年は僕はなんか横浜の試験暑いなっていうふうに思っておりましてまあ例年だったらね大体こう横浜市の試験のシーズンっていうのは大体都庁の面接ど真ん中みたいなところで えー、まあある程度もう行けそうだと当庁行けそうだなんていうかはもうそもそも一時試験行かないっていう人も出てきますしで例年だったらまあ一応横浜に一時は行ったけどもまあ大体当庁で最終合格しちゃったからっていうのでまあ面接途中で脱退するっていう人もかなりいるんですよだけど今年はそれ聞かないんですよねまあ横浜受ける人はみんな最後まで付き合わせるを得ないと思うんですよもうともくもスケジュール見えてないしまあ仮に まあ、試験が夏場にあったとしても、絶対に横浜の方が最終日く先に出るから、みんな数の必ず取りに行くと思うんで、実売率は例年より高くなる。トータルで。と思ってますので、まあ、一時からやっぱ万全の対策っていうのを、ぜひやってですね、え、確実に、まあ、合格してもらいたいなというふうに思っております。え、それではですね、この一時試験の私の論文の講座が、 え、皆さんの、まず、少なくとも一時突破、それから、あ、二次突破に役立つことを、まあ、祈っております。はい、本作すどうも、お疲れ様でした。